1759年のタイコンデロガの戦いは、1759年の7月26日と27日に、フランスの要塞、ホートカリオンで行われた、小規模の戦闘である。イギリス軍の包囲戦に対して、フランス軍は要塞を破壊し、兵を撤退させた。イギリス軍はここを占領して、再建に取り掛かったため、指揮官であるサージェフリー・アマースとは、 同年9月のエイブラハム平原の戦いには参戦できなかった。現在のペンシルバニア州の西部とニューヨーク州北部の領土争いに橋を発し、1754年に勃発したフレンチ・インディアン戦争で1756年から1757年に連敗を喫したイギリス軍の状況は1758年に好転し始めた。 ルイブールの戦いとォートフロンテナックの戦いで勝利したのである。この年のフランスの主だった勝利は、ジェームズ・アバーク・ロンビー率いるイギリスの大陸軍が少人数のフランス軍に完敗したカリオンの戦いであった。その年の冬、フランスの指揮官たちは、中東兵のほとんどをフォートカリオンから撤退させて、ケベック、モントリオール、そして、 五代湖とセントローレンス川の要塞を守らせた。カリオンはシャンプラン湖の南に位置しており、サミュエルとシャンプランが1609年にここを発見する以前から戦略上重要な場を占めていた。シャンプラン湖とジョージ湖をつなぐ要衝たる陸路へと通じており、しかもハドソン川とセントローレンス川の間を走る主要道路に沿っていた。戦争が始まった時、この地は イギリス領ニューヨークとフランス領カナダの間の辺境の一部で、ここよりもやや南の方で行われた1755年のジョージ湖の戦いで、イギリス軍がフランスの進撃を止めた。1759年の北、アメリカでの軍事行動に向けて、イギリスの首相ウィリアム・ピットは、ルイブールの戦いで勝利を収めたアマーストに、陸軍をシャンプランコの北に航行させ、 ヌーベルフランスに向かわせるように命令を出していた。その一方、ルイブールでアマースとの下で戦って名を挙げたジェームズ・ウルフが率いる第二軍はセントローレンス側を越えたケベックでは標的にされていた。このために13植民地の総督すべてに2万の民兵を育成するようにという指示が出ていた。約8000の民兵が訓練を受け、南は ペンシルバニアやニュージャージーといった地域からオールバニに送られた。ニューヨークとニュージャージーからは1000人、マサチューセッツ湾植民地では6500人を招集し、そのうち3500人がオールバニに向かった。それ以外はケベックのウルフの軍やノバスコシアの軍に分権された。残った兵士はペンシルバニアとマサチューセッツ湾植民地以外のニューイングランド。 植民地の出身だった。ペンシルバニアでは、クエーカー教徒が兵を送るのに難色を示したため、アマーストは彼らに民兵を育成しなければ、ペンシルバニアの西にある要塞から兵を引き上げさせると、脅し、納得させた。この要塞は、先住民とフランス軍の襲撃に備えて、イギリスの支配下にあるものだった。イギリス軍のアマースト将軍アマーストは、サー・ウィリアム・ジョンソンから、 色濃い連邦がフランスの要塞からフランス軍を追い出す準備にかかったと聞かされ、フォートナイアガラ攻略のために遠征隊を派遣することにした。5月にオールバニから西の入植地出身の兵2000人をジョンプリドー殉承指揮下の3000人部隊に同行させ、後の植民地兵は自分の指揮下においてフォートエドワードへ北上した。植民地兵は主にマサチューセッツ、 ニュージャージー、そして、コネチカットの兵で、フォートエドワードで、正規兵と合流して、総勢6000人となった。正規兵の内訳は、ロイヤルハイランダーズ2000人、第17不評連隊、第27不評連隊、第53不評連隊、第60不評連隊大隊の各部隊から同じく2000人、そして、王立方兵隊から100人、ロジャーズレンジャーズから700人、 トマスゲージ指揮下の系譜表隊から500人である。ベリーズル公爵フランスの将軍モンカルムこの1759年、フランス軍の指揮官はヨーロッパで行われている7年戦争の方に視力をつぎ込むようになっていた。2月、フランスの戦争大臣で原水のベリーズル公爵シャルル・ヨーギュスト・フー家は、ヌーベル・フランス防衛の責任者である将軍ルイ・ジョゼフ・ド・モンカルムにこう通知した。 フランスからは重要な支援が来ないであろう。大西洋にはイギリスの艦隊の支配下にあり、そういう中で大艦隊を派遣するのは非常に危険である。ベリーズルはモンカルムに、来たアメリカでは足場をとにかく守っておくべきと明記した。そうでなくても、領土を取り戻すのは実質的に不可能だったからだ。モンカルムは答えた。予想外の幸運が降りかかるか。 北アメリカのどこか対敵を陽動でもしない限り、次の戦争でカナダは陥落するでしょう。イギリスには6万の兵がいる。我々の兵は1万です。モンカルムのブールラマクへの言葉をお前の仕事は敵を,敵を敗北させることではない。我が軍を敗北させないことなのだ。1759年6月4日、モンカルムはフランスにとって最も重要な地域を守るため、兵力を総動員することにした。 大事な地域とは、モントリオール、ケベックシティそしてセントローレンス強国である。レジマンド・ラ・レーヌと、順庄フランソワ・シャルル・ド・ブール・ラマクの指揮下にある、レジマンド・ベリーから3000人編成の分隊を作り、モントリオールの南に配置した。そのうち2300人は、ホートカリオンの防御についた。その前の年に、ここで戦ったこともあり、 モンカルムは、有能な指揮官のもとでの、気迫のこもったイギリス軍相手では、この人数で、フォートカリオンを守るのは厳しいのは分かっていた。ブールラマックは、モンカルムと、ヌーベルフランス総督のボードルイユ公爵、ピエール・フランソワ・ドリゴーから、できるだけ長くカリオンを守るように命じられ、モントリオールに退却する前に、近くのフォートさんフレデリック同様に、破壊してしまうようにと命じられた。 アマースとは、今年の早いうちに、例えば5月の7日に、または7日頃に、もしその時期で可能なのであれば、自らの軍を動かすよう命じられていたにもかかわらず、1万1000人から、なる、この軍は、7月21日まで、常時この南岸を立とうとしなかった。出発が遅れた理由はいくつかあったが、その一つは平坦だった。プリドーのオスウィーことナイアガラへの遠征隊も、 オールバニを立ったが、こちらは植民地の民兵の到着に時間がかかっていた。1759年5月29日の日付が入ったイギリスによるタイコンデロガトリでの攻撃計画地図分隊がやっと到着してフォートカリオンへ向かい始めた時、アマーストはフランス軍が要塞の外の防御を放棄したことを指摘を良くした。それでも警戒しつつ軍を進め、 7月22日に1758年の戦い以来フランスの陣地だった場所を占領した。カリオンではフランス軍が積極的に船に荷物を積み込んでいるという知らせがあちこちから届いていた。アマースとの当初の予定は要塞の側面を攻撃してフランス軍がホートセントフレデリックへ逃げるための道を塞ぐというものだった。しかし要塞の外の戦闘を フランス軍が放棄したため、要塞そのものを攻撃対象にしようとアマースとは決意した。流木網場それから3日間、イギリス軍は残酷を掘って、包囲線を作り、要塞近くに基盤を築いた。要塞の近くに掘り起こしにくい地面があったり、そして、包囲線を作るのに土納が必要であったりで、この作業は難航した。作業中、フランスの大砲から弾丸が発射された。 イギリスにしてみれば、これは耐え難いことだった。7月25日、ロジャーズ・レンジャーズの文献隊が、要塞の北にある湖にボートを降ろし、フランス軍が、船を北に向かわせないために仕掛けておいた、流木網場を切り開いた。翌26日までに、イギリス軍は、要塞の壁600フィートのところに大砲を運び込んだ。ブールラマクは、カリオンから兵をすべて撤退させたが、 イギリス軍の接近を知るや、いなや、自軍の兵400人を、フォートフレデリックに回した。この少人数の軍での砲火は、包囲戦に出ていた、イギリスの兵5人を殺し、31人を負傷させた。防御のために残っていた、フランス軍隊員のルイ・フィリップ・ルドス・デベクルは、7月26日の夜こそ撤退の時期と判断した。彼の兵たちは、カリオンの要塞の大砲を、 壁の方に向け、地雷を置いて、中身がぎゅうぎゅう詰めの火薬庫へ火薬を巻いて、道を作った。そしてフランス軍は、導火線に火をつけ、風にひるがいるフランスの旗を残して、要塞を後にした。イギリス軍は、フランス兵が要塞から現れたのを見てこのことを悟り、アマースとは、要塞に入って、導火線を消そうとする兵に、1 0ニー与えると持ちかけた。 誰も名乗り出ようとはしなかった。その夜遅く、要塞は耳をつんざくような轟音と共に爆発した。火薬庫は破壊され、木造の要塞のあちらこちらが燃えさしとなって飛び散った。しかし、要塞の壁はさほどの損傷を受けていなかった。この爆発の後、ゲージ不評部隊の何人かの兵が要塞に飛び込んで、フランスの旗を回収しようとした。それから二日間、 火は完全には消し止められず、くすぶり続けた。翌日にはイギリス軍が要塞の占領を始めた。フランス軍がカリオンから慌ただしく撤退したため、偵察隊が要塞はまだフランスのものと思い込んで戻ってきてしまい、40人がイギリス軍の捕虜となった。クラウンポイント要塞の跡地フランス軍は退却の際、7月31日にホートさんフレデリックを壊した。 これによって、イギリス軍は、シャンプランコでの軍事行動ができるようになった。カリヨンとサンフレデリックの両要塞の存在が、シャンプランコへのイギリスの進軍の妨げとなっていたのだ。しかしながら、フランスも小規模の戦闘艦隊を置いており、本来は、これがまず爆破されて叱るべきだった。二つの要塞を占領して修復すること、また、シャンプランコで用いる船を作ること、 この二つに時間を割かれ、アマースト軍は、9月のエイブラハム平原の戦いで、ウルフ軍に合流できなくなってしまった。また、アマーストは、ブールラマクの退却は何かの策略ではないかと懸念を抱き、8月と9月は、召艦隊の編成と、フォートセントフレデリックの後にできた、フォートクラウンポイントの建設とそれぞれの監督をし、この地へのニューイングランドからの道を整備して過ごした。 イルオーノワのブールラマク人10月11日、アマーストの軍はシャンプランコから北へこぎ出し、リシュリュー川のイルオーノワのブールラマクの陣地を攻撃して、その後2日間でフランスの船を一隻打歩した。フランスは打歩を防ぐために他の船を焼き、または放棄した。10月18日、アマーストはケベックの陥落を知った。その頃には冬が近づいていて、 湖の一部は氷結し始めていた。11月1日に民兵の兵籍期間は終わった。アマーストは攻撃を中止し、民兵を解任し、軍を冬季の宿舎に戻した。2009年の6月26日と27日、フレンチ・インディアン戦争の大規模な再演がタイコンデロガトリデで行われた。ありがとうございます。